はい、半幕の本家の半間岩先生です。中国のね、大きい会社の経営方法っていうのはね、特徴があります。私はね、マツダ電機、パナソニックにね、正社員でね、20歳の時にちょっと入社したことがあるんですよね。その時にね、中国松下の息子ね、社長の息子と一緒に仕事をしてたんですけど、松田電機産業映像機事業部とかね、テレビ本部とかですね、ビデオ本部、松田電機産業ビデオ本部などにね、私は勤務してたんですけど、研究所にね勤務してたんですけど、その時にね、同時にね、松田電機、中国松下電機の社長の息子とテニス一緒にやったりとか、旅行で、ね、行ってね、あと仕事、職場が一緒だったことがあるんですよ。この時はテレビ本部の時でしたかね、松下電機産業株式会社テレビ本部に私、正社員で勤めてたんですね。その時は私は松下 AVC ソフトっていう会社として入ったんですけどね。私の知り合いが社長もやってたりしてましてね。で、中国のね、大きい会社の経営方法っていうのを教えしますね。どうやるかと、経営者が、部下にね、経営をも仕事を任すんですね。それで、経営がうまくなかったら死んでもらうよという人をたくさん作ります。責任者を作ります。部下にね。それで、自分、経営者はどうするかというと、経営する、真似をするだけ。で、と、そういうにして、経営がうまくできなかったら、経営もやらすわけです。部下に全部。で、経営がうまくできなかったり、倒産したら死んでもらうように、職務つけるのが仕事ですね。経営者は、中国の大きい会社の経営方法は、経営全部をね、責任者作ってやらすと。で、クビとか言うんじゃなくて、厳しく、死ということになってます。で、そういうふうに、回しといて、経営者は経営する真似をするという、ね、演技をして動き回ると。いうのですね。と、その基本をね、作るということなんですね。それでね、日本のね、億万長者の孫さん、これ彼ね、中国系統なんですね。で、調べたら彼の経営も同じなんですね。孫さん、日本の日本人ですけども、ハーフですね、中国人でしょ。ね、半分はね。で、中国の経営方法が入るわけです、孫さんっていうのはね。で、うまくやってるとは言えね、実際は違法なんですね。原始的な方法なんですね。昔の王様がね、死んだらみんな死んでもらおうというふうに責任をつけてね、あれでしょ、ピラミッドの中でたくさん部下が死んでね、死んでますでしょ。王様が死ぬとね、一緒に死なないといけないわけです。それは死んだ責任を取るためにそう設けたわけですね。それと同じことやってるわけですね、中国は。で、日本の孫さんね、はその経営方法ですね。だから何千人もやっぱり経営もね、経営でがやらしてうまくいかなかったら死んでもらうと。いうふうに組織作ってる中国の人だから、そう同じにやってますね。で、1000人以上だからね、規模は大きいですね。そういう経営ということだから、日本の経営とちょっと違いますね、孫さんの経営はね。中国系の、だから自分の国のね、中国の経営方法になってますけど、ちょっと原始的はあるんですけど、日本人も変わんないですからね。日本人の場合も、の経営の方法もね、
ちょっと、ね、最近ずさんでまたひどくなってきてますから、変わんなくなってきたのかもしれないですけどね。ただやり方は違いますね。で、そんなことで気がつきました。経営方法ですね。中国系の大きい会社の経営方法はこうやってるということをね、ちょっとご紹介いたしましたけども、原始的なんでね、良くないことではありますね。どうもありがとうございました。半間陽先生でした。